ピクルフラスは、テルモプラズマ目、ピクルフィルスカニゾクスコ細菌の一族。基地のものとしては最も抗酸性の強い生物である。学名はギリシア語で3、2い愛するのラテン語系。1995年に、北海道の噴気口で発見された。生育が可能な PH は、マイナス0.06に達し、禁煙のコ細菌、サーマプラズマアセダファロムや、 深核藻類のイデユコゴメなどを上回り、基地のものとしては、全生物中最も抗酸性が強い生物である。生育指摘 pH も0.7という極端な数値を示している。pH4 以上では、細胞膜を維持できないほど、共産化の環境に適応している。形状は1から1.5ミューほどの球菌、細胞表面には S 層が存在し、他のテルモプラズマツナとは異なっている。 弁門は持たない。栄養的には完全な編成後期性編成性、従属栄養生物であり、好期条件下でアミノ酸などを酸化して増殖する。ゲノムは2004年に解読が終了。ゲノムサイズは155万円期待。ORF は1535箇所。ありがとうございます。